From the old capital, Nara, Japan, to celebrate the future of youth programming, welcome to DojoCon Japan 2023. Be cool. Hi. 今日ですね今回この会場となっている奈良女子大学の方から、えー、工学部の学部長でいらっしゃいます藤田様よりお話をいただきますよろしくお願いしますはい、ではあの、はい、藤田様お願いいたします拍手でお迎えください えっとえー、初めてお目にかかります奈良女子大学はですね昨年、えっと、日本の女子大学で初めて工学部というものを作ってみましたで、えっとまあ、なんで作らなきゃいけなくなったのかということを今日もお話をしてで、えっとまあ、皆さんあのプログラムを子どもたちに教えるということで、えっと、集まっていらっしゃる方だというふうにお伺いしてますんであの実はあの私末っ子息子の 子のの息子がコロナの下で,です、ね、学校に行けなくなった時にです、ね、遠隔でプログラミングやってみたいっていうんで、えー、と豊田高専の学生さんたちがやってる学生ギルドっていうプログラムを教えてくれてる遠隔で教えてくれてるところに申し込みましてです、ね、で今中学2年生で、まあ、スクラッチとかです、ね、出てきたようなソフトを使ってプログラミングを勉強したそれを見て、えー、この数年過ごしておりました。 でああ面白いことやってるなあということで、えー、と同時に私は、えー、と奈良女子大学に工学部を作ることになりましてでの共通性っていうのはスチーム教育ってやつですねつまり、えー、理工学系のステム教育の中に創造性を入れるためにアートの要素を入れていかなきゃいけないということで、えー、我々工学部も STEAM を取り込んでおります。でまあ、その辺の辺ご紹介も兼ねねてです、ね えー、お話ししていきたいと思うんですけれども、えー、と時間は20分ぐらいですよね、はいえー、とまず最初にですねあの私実はその工学部の授業の中でととデザインの理論という講義を担当しておりますもともとは建築の歴史をずっと勉強し研究してきた人間なんですね。でじゃあ建築って何なのっていう時にですね一つの答えとしてはですね 我々の外にある自然をですね外部世界をですね我々の世界の中に取り込むそのための装置が建築であるというふうにまあ教えていますこれどういうことかというとですねちょっと今日小学生の方も多いんであんまり難しくはない話はしたくないんですけどせっかくあの来ていただいてるんでこの建物を見てくださいこの建物はですね奈良女子大学ができる時に建てられた坑道なんです た。千九百何年四年ぐらいでしたかねはいできたんです1904年頃ってみんな何を考えてたのかがこの建物の中に現れていますそのちょうど40年か50年前に日本が鎖国をやめましたこれは世界中にとって特にヨーロッパにとって大きな出来事でしたなぜかというと自分たちとは全く違う考え方を持った人たち が現れたんですねもっと分かりやすく言うと北斎や安藤博重の浮世絵を見てヨーロッパの芸術家はびっくりしましたなんだこれはと自分たちと全く違うじゃないかとで何よりもですね日本の芸術家が自然を取り入れていることにびっくりしたんです例えばここにですねえっと じゃいいやそこの、えー、シャンデリアとかですね壁に掛か,かっているペンダントこれはそうやってヨーロッパの人が日本人からですね自然をどんどん取り組んでデザインに生かしていこうということを学んでアール・ヌーボーというデザイン運動を起こしますけれどもそのアール・ヌーボーのデザインでできているのがそのシャンデリアです。自然ののいろんな葉っぱとかですね枝の形が デザインの中に生かされてます、ね、で、それを1870年80年90年頃のヨーロッパの人はアール・ヌーボーをデザインのメインテーマとしてやっていたんですが1900年を超えましてこの奈良女子大学のこの建物ができる頃にはそれがだんだんとモダン化していきます。そのシャンデリアについている 立体的なあの葉っぱみたいなものと比べて、その上にあるシャンデリアを吊ってあるところにあるあのデザインはですね、その葉っぱの動きみたいなものをもっとモダン化しています。それから例えばここの扉ですね。ここの扉につけてあるデザインは、このここもそうですけど、四つ葉をモチーフにしながらもっと幾何学系に直してあります。 こういうふうに幾何学化していくものをモダニズムというんですそして我々は今それから100年たって街の中を見てもいろんなものを見てもこんな機械類を見ても全部幾何学系が支配する世界に暮らしています昔の人はもっと自然に近い形の中で暮らしてたんですねでまあそれでもいずれにしろですね 建築っていうものは自然を私たちの世界にどういう形で取り組むの,取り込むのかその答えをが建築という形になって現れてくるもんなんです。であの <laughs> まるで建築士の講義をしてますけど、えーまあ、そういうふうにですね見えるもの形をね楽しんでもらえればいいなと思うんですがなぜこんな話を最初にする気になったかというと。 私たち人間にとって知らないものはどこにあるのかそれは私たちの外にあるんです自然の中にあるんですだから私たちが自然を取り込むっていうことをやめたら私のちの中だけでものを考え始めたら創造性がなくなるというふうに私は思ってますなのでどんどんと自然を取り込みながら学んでほしいと 思いまして今からご紹介する奈良女子大学のプログラムの中にもですねあのネイチャーデザインという、えー、プログラムを入れております。でその創造性の話をする前になんで奈良女子大学が工学部を作らなきゃいけなくなったのかっていう話を先にしなきゃいけない。で、えー、簡単に言いますと20世紀までの工学は どちらかというと、えー、より力のあるものより速いものより効率のいいものを作ることをメインにしてきました私はこれを力の工学性能の工学っていす。のかってきました。ところがですね20世紀になってご承知の皆さんもまさにその渦中にいるわけですけどプログラミングなんてことができるようになって エンジニアリングの世界に、まあ、AI をはじめとする人間の脳の人間の知能の疑似システムがですね入ってきたんですね。私その21世紀からの工学は知能工学知能の工学だと思っています。知能の工学になるとそれを知能を作っている人たちが男ばっかりだったら変ですよね。 どう考えても変ですよ、ね、知能を知能システムを作るグループは絶対に多種多様な人じゃないといけません男女比は必ず1対1ぐらいでないといけませんそうでないと変な知能を作っちゃいますそんな例は実は世の中に結構もう生じて起こってるんですね大問題起こってるんです なのでまあえっとで,でも圧倒的にだからな女子大学が工学部を作りますで、えーまあ、プログラマーも含めて女性エンジニアを育てますって言ったら政府も企業も大賛成してくれました。それで作ることになったんですが次の問題です。なぜ今までの工学は 男性には好かれても女性には嫌われたんでしょう。で我々は女子大学ですから、まあ女性の興味に従って今までカリキュラムを展開してきました。でその中で、えー、ただ工学って言ってるだけではダメで、生活をベースにした工学っていうことの方が良さそうだということはまあ薄々分かってたんですけど、工学部を作るにあたってですね。 アメリカの大学を調べている口にですねご承知だと思いますけどオーリン工科大学とハービーマッド大学っていう2つの工科大学がですね女性の学生比率が高いっていうことが分かりました。で2つの大学のカリキュラムを調べたら2つとも工学っていうのは何のためにあるのかそれは人のためにあるんだと。全てのエンンジニアはリングは 人から始まって人に終わるんだと。人から始まる、社会から始まる発想で工学を使うっていうことを教えなければ、エンジニアリングを先に教えちゃいけないという点が共通してました。で、まあ私にも娘が2人おるので、なんとなくわかるんですよね。人を助けるため、社会のためになる。そういう動機がなければ、 これもしいろいろな方がいるんで <laughs> れあれなんですけどそういう動機が出発点になっていなければですねあんまり私の娘には振り向いてもらえないという経験をしてきましたので <laughs> なるべく早くやろうとかですねそういうことを言っても全然だめみたいな経験をしてきましたので、えー、それを私ども工学部のテーマとしております。 それからもう一つ、えー、先ほどのお話にも高さんのお話にもありましたけれどもなぜその創造性ということが今盛んに言われるのかといったらもうこの世界が変わり始めてるからですねこれはもう皆さんよくご存知のことだと思いますそれを知っているからお子さんを連れてこんなところに来てくれているご父兄の方がいるんだということも私はよく分かっておりますそして企業の方だって今 大学を出てくる学生に何を求めているかっつったらこのアンケート調査のとおり自分でで組んでいく主体性です専門知識なんかは来ていただいてから学んでいただければいいと大学で学ぶでもらう欲しいことじゃないそういうふうにアンケート結果に出てるんですねじゃあ自分で課題を見つけて取り組んでいく主体性って何かって言ったら 私どもが考えたことは要は私の自身,自身の経験から、えー、要は自分がやらなきゃいけない他の人がやってくれない他の人にはできない自分だったらできる課題を見つけられるかどうかです見つけられたら見つけちゃったんですよねもう自分でやらなきゃしょうがないんです 他誰もやってくんないから <laughs> そういうことを見つけられるってことが大事なんだろうなとじゃあどうやって見つけるのかそれはもう簡単ですよねそれをやりたいあるいはそれをや,るやりたい人がほかにいない自分しかいないそれは全部自分の個性から決まることですよだから自分の個性っていうものを一番最初にスタートにしなきゃいけない 今社会はこんなことを求めてるとかですねこんなことをやってほしいという要望があるとかそんなことから自分のやることを決めちゃいけないんですさっき言ってることと矛盾してますね女性は人のため社会のためになるっていうことをだったら頑張れるんだろうなと思ってですね女子大に工学部を作った人のため社会のためしかし自分がやりたいことでなきゃいけないんです 矛盾しているようで矛盾してないんです。だから答えはですね、非常に狭いんです。この世の中にやらなきゃいけない課題は、今もこれから先を考えたら、星の数ほどあります。無限にあります。しかし、その中で自分がやらなきゃいけない課題は一つか二つなんです。自分の個性にあって、しかも人のため、社会のためになる。 そんなものは探していっても一つか二つしか見つからないです。それをやればいいんです。他の課題はきっとそれが向いている他の人がやってくれるんです。そうやって何十億人も人間はいるのは何十億もの課題を解決するためにいるんです。だから自分は一つやればいいんです。その一つをどうやって見つけるかが 大学教育のまあ本当は大学だけじゃないんですけども教育とといいうううもものの一番大事なな目標なんだというふうに私どもは考えましたじゃあどうやって見つけるのかといったらですねここにもちょっと書いてますけどそれをもうちょっと詳しく書いたのがこれなんですけど要は自分に合った課題を見つけるためにはまず工学ということにちゃんとフォーカスをした教養を身につけなきゃいけない。 これは私の自分自身の大学生活を振り返っていわゆる教養科目を取りましたけど自分のやってることとの関係が全然分かんなかったあっあいう反省をもとにして工学とちゃんと結びつく教養ですで教養があるってことはこの世の中でどんな人がいるのかどんな社会があって何に困ってるのかそういうことを学ぶってことですそういうことが分かるようになるってことです教養のない人はですね目の前で困ってる人がいるぐらいのことしか分かりません 目の前にいなくてもこんなふうに困ってる人がいるその困り方はきっとこんな原因があるんだというようなことが分かる力が教養でしょう他人が分かる自分以外のことが分かる力を私は教養というんだと思いますそうやって分かったことの中に今度は個性ですね自分の個性をしっかりと見つめなきゃいけない何年もかけて私自身の失敗です 自分の個性をあまり考えず就職してあげく2年間働いてみてあ間違えてたと思って辞めましたそして大学院に入り直して今のデザインと空間の研究をする職業についてますあの建築家やってたんですね失敗したと思いました自分は作ることに向いてなかったと働いてみると分かるんですねでそこまででいかないで もうちょっと、えー、学生時代に真面目にいろんなことにチャレンジしながら自分というものを知っとけばですねそんなミスをしなくて済みますんでどうぞあのお子さんにはですね自分の個性を確認するためのいろんな、えー、取り組みっていうものをやらせてあげてくださいそして先ほど言いましたように理工系の基礎教育スティームだけでは足りないからアートを入れなきゃいけないじゃあどんなアートかちょっと。 これはですね去年の一期生がやった授業で作ったものなんですけどちょっと動かしてみますね。これ何が起こってるかわかりますあの。針金が一斉に立ったり寝たりしてるそんだけ。でもまあものによってはどっかに使えますよね。微小なものに使えばですね一気に摩擦力をアップしたり。 摩擦、まあ、力を変えるなんていう装置の部分パーツとして使えるかもしれないし、まあ、いろんなこと使い方は後で考えればいいんです面白いなと思ったものを作ってみりゃいいしかも自然の中に必ずヒントがあるこれはハリネズミ <laughs> ハリネズミの皮膚の構造を研究して作ってくれたものなんですこんな授業をちゃんとやらなきゃいけない それで、えー、それが造形基礎演習、それから私がやる創造とデザインの理論。これはえっと創造性ということについて、えー、例えば人の記憶の性質とかですね。記憶から我々はものを考えるんです。そういう記憶の問題とかから、えー、創造性、あるいはですね、デザインと芸術って何が違うかご存知ですか？ デザインはある目的を達成するために行うことです例えばその日一日の計画ここに何時に到着するために何時のバスに乗らなきゃいけないっていう計画を皆さん浅しましたねそれデザインです一日の計画の生き方のデザインですでも芸術は美しいものには目的があっちゃいけないという3000年前から検証されて もう絶対のルールーがあるんです目的があったら美しくなくなるんですだからデザインされたものと美しいものは違うんですデザインをしていけば美しくなるなんていうことは絶対考えないでくださいじゃあ美しいものを作るためにはどうしたらいいのか美しいものを通じて人の感情やえー、まあいろんなものにね気持ちに寄り添ったり訴えるにはどうしたらいいのか それは美しいということをよくその現象をよく理解しなきゃいけないそれを教えるのが私の授業です、はい、えーと時間も残り少なくなってきますんで、まあ、そういうリベラルアーツにもですね自分のおいろいろな個性能力可能性を確認する自己プロデュースっていう科目あるいはいろんなあー いろんな教養から工学っていうことを考え直す批判的思考っていう授業そういうものを作ってカリキュラム全体を組み立ててますもう一つはですね個性を大事にするといった以上をこちらからあるプログラムを与えることはできませんなのでうちの工学部は全くの自由履修生ですどの科目を取ってどんなエンジニアになるのかは学生に任されてます その代わり、私どもは一生懸命サポートをします。でサポートの一環が、えーまあ、ちょっと飛びますけどこういうコーチングですね。スポーツ選手がこんな選手になりたいと思ったらじゃあこんなふうなどあれが必要ですよっていうことで、えー、トレーニングの仕方を紹介したり、えー、教えてあげたりするコーチがいますね。 それはスポーツ選手がこうなりたいというその目的に合わせてサポートしてあげてるわけですねコーチが同じようにこれ,からこれからの学びはコーチが必要だと思いましてコーチングを入れた、えー、教育プログラムにしていますそれから私ども非常に小さいので自由に手術ったってこのぐらいの範囲しかないので外部機関の協力が必要になりまして これだけしか教員いない20人弱しかか員いいいなな人弱んですねそれで、えー、いろんな企業さんが、えー、手伝いましょうと言ってくれて、えー、DMG 森精機やソニーや住友電工そういう方々がいろいろお金と人材を出してくれて今、えっと、中学生から参加できるんでしたっけね中学生から大学生まで参加できる女性エンジニア養成講座 というものを解説しています。まあこの書き講座はもう全部埋まっちゃってるんですけれども、今日この中のえっ、ー、とソニーがロボットトいでロボット体験しようですか。これでえっ、ー、と集まった子たちが作ったものがて展示してある。<laughs> 展示してあるそうなんでよろしかったら見ていってください。で来年以降また企業も増えて解説できるプログラムも。 増えると思いますのでえどうぞあのただしこれ女性限定ですので、えっと、女の子だけしか入れないんですけどそこはちょっとなんか差別してるみたいで心苦しいんですけど、まあ、男性用のプログラムはきっと他の大学の工学部がいっぱい用意してると思いますんで女子大学ってところは男の目を気にせずに自分の能力を100%出していい場所です。 なので女の子だけ集めて行うこの女性エンジニア養成プログラムは男の子なんか気にしないでって男の子を目の前にして言いにくいんですけど <laughs>、あのー、女の子だけで頑張って自分の力をいっぱい発揮してみたいという女性に集まってほしいと思っています。えーっとまあ、そんななこととでいいのかなあとは そうですね、えー、とこ,こからこの建物からちょっと離れたところにあるんですけど H 棟というところに我々の拠点がありまして1階はこんな工作室になってたりするんで今日は空いてないのかな日曜日だから空いてないあじゃあ行っても無駄ですね <laughs> はいえっ、ー、とちょうど時間になりましたようなのでこの辺で、えー、雑白なお話ですみませんでした。 どうもご清聴ありがとううごござざいいままししたた、はい、藤田学部長ありがとうございましたな,なんとなくなんですけどさっきの高田さんの話ともちょっと共通するような面もあったかなと思っていたりさっきの高田さんの話にもお菓子は建築学科学みたいな話もあって、はい、なんかすごくな,なんでこんなに接,接点というか共通点があるのかなっていうふうにちょっと思ってたりもして。 やりたいことをやるという意味ではコーダー道場もそういうあの活動ではありますしなかなかいろいろ接点があるなとこういうプログラムをしておきながら自分でやっておきながらそういうことを言うのも何なんかなと思うんですけどあの決してこういう話をしてくださいとかお願いしたわけじゃないんですよ高田さんにもこういう話をしてくださいっていう話訳しなくていいいです若林さんという個性が こういう方をよ僕と呼んで、<laughs> はい、だから岡林さんの個性でつながってるんです。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、いやまあなんかそそれそう言ってそれはそれでまたそういうものが引き込まれないんです。想像性っいうものですね。はい、ありがとうございます。はい、個性からスタートする想像ということです。はい、ありがとうございます。いや、あのすごいよかったです。ありがとうございました。はい、はいもう、もう一度拍手で向かいください。ありがとうございます。